ハインリヒエド・ムント・ナウマンハインリヒエド・ムント・ナウマンは、ドイツの地質学者。いわゆる親とい外国人の一人で、日本における近代地質学の基礎を築くとともに、日本初の本格的な地質図を作成。また、ホッサマグナを発見したことや、ナウマン像に名を残すことで知られる。ザクセン王国埋線で生まれた。年月日から年。 明治政府に東京海星学校の金井氏学部、地質学、最高学の教師として招聘され、日本に滞在。東京帝国大学地質学教室の初代教授に就任。地質調査所の設立に関わり、調査責任者として、日本列島の地質調査に従事。調査は、本州、四国、九州と広範囲にわたり、 距離は1万キロメートルに及んだと伝えられている。また、当時存在した地形図には、東光線が記されておらず、海岸線の輪郭が記される、イノウズをもとに、地形図の作成と並行して地質調査をするという膨大な作業を成し遂げた。ナウマンは貝塚を二三発見し、ハインリヒ・ホンシーボルトの貝塚研究を助けた。1882年、 過料の夫をシュミットが彼の妻と関係を持ったことに、起こり白昼公然と乱闘事件を起こした罪で、裁判で300マルクの罰金刑を受けている。1884年12月に、ナウマンの雇用は終了したが、半年延長され、1885年6月、天皇に越見して、君四頭を除群し、7月に離日した。 ドイツに帰ってから、ナウマンは1886年にミュンスター大学で志向師となり、地質学や地理学を講じた。後年、ドイツ東亜博物学民族学協会で日本の貝塚について講演している。ベルリンでの地質学会議に参加して、論文、日本列島の構造と起源についてを発表し、さらに同盟の著書を出版して、フォッサマグナ説を提案した。 1886年3月にドレスデン東亜博物学民族学協会で講演した際には日本人の無知、無能ぶりを嘲笑したため森尾外がそれに反駁して論戦し新聞にも反論を投稿した。1923年に関東大震災で東大図書館が焼け落ちた時には自分の蔵書を寄贈した。ありがとうございます。